コンポヨーマイマイだよ。今回はですね、オタジョの見せるアニメグッズ収納、イエーイ。というわけで、久しぶりにちょっとマイマイ王国に帰ってきたのでね、ちょっとグッズの整理をしたいなと思いまして、早速整理しながらご紹介していこうかなと思います。呪術廻戦のグッズがね、すごいね、溜まってきたんですよ。なのでせっかくなんでね、この呪術廻戦のポスターのところの下にね、このいっぱい缶バッジとか入れれるこういうものが売られてるんですけど、これをねここにつけて収納していこうと思います。こんな感じになりました。これすごい便利で、ちなみにもう一個あるんですけど、こうやってねここにボタンがついてて、こことこことか、そうボタンがついてて、これとつなげることがこうね、横でも下にね、下とか縦にねつなげることができるっていう、すごい優れものなんですよ。ぜひ皆さんこれおすすめです。こちらの缶バッジを収納していきます。この缶バッジは結構こうパッケージに入れられてるので、そのままこれは入れようかなと思ってるんですけど、入れてないやつをね入れる場合は、このね100均で売られてるこの缶バッジカバーをねつけると、こう傷が防げるので、めちゃめちゃおすすめです。すごい、こんな感じになりました。まずね、このままだとちょっと寂しいので、こちらのレースをここに引きます。ちょっとこうするとね、可愛いし傷つかないし、おしゃれになります。そしたら次はこちら、はい、こちらもこうね立てることのできるスタンドなんですけど、これは缶バッジとかを中に入れることができます。まあ、これを飾ったりだとか、こういうね入れ物系のケース、こういうケースを使って飾っていきます。ではね、こちらの缶バッジやアクスタを早速入れていきたいなと思います。入れっぱなしで飾ってます。ほこりがかぶらないように。こっちのちっちゃい缶バッジ、これはねサイズがなかったのでちょっと大きめのやつに入れてるんですけど、ケースに入れてるんですけど、これとあとアクスタもねちょっと傷つかないように透明の袋に入れてます。これも飾っていきます。うん、いいですね。そしたらですね、次はこちらのブルマイド、セブンイレブンのプリントでプリントできるこちらのブロマイドなんですけれども、こちらの写真スタンドに入れて飾っていきます。入れました。おー、次はですね、こちらのカードをここに立てかけて飾っていきます。かわいい、いい感じ。次はですね、私お手製のぬいぐるみ、顔だけこう作ってみました。おっこつくんです。はい、またね、なんかぬいぐるみの作り方の動画などもいつかご紹介できたらなと思ってます。はい、おっこつくんのこのぬいぐるみはですね、このまま置くとねちょっと寂しいので、私はこの100均で買ったこの透明のこういうケースがあるんですけど、まあ、ここにねこういう中にお花だったりを詰めて、このおっこつくんを入れてあげます。これもね100均で買ったねやつなんですけど、こうやって顔をね入れると、ほら猫耳になるっていう、かわいい猫耳になるっていうやつなんですけど、まあ、これもねせっかくなんでセットでこの中にしまっておきたいなと思います。こんな感じのパックにしました。これもこうやって飾ってあげるとかわいい。このバースデー缶バッジたちなんですけど、この缶バッジとアクスタはちょっと袋から開けたくないので、アクスタも立てずに、缶バッジも袋から開けずに飾りたいなと思います。ということで、ただいまこんな感じになりました。最
後にね、こちら、じゃーん。こちらはですね、乙骨憂太の誕生日の時に作りました、クレイケーキです。クレイケーキっていうのは、粘土で作ったケーキのことです。ここにクレイケーキを置きます。すごい。こんな感じになりました。すごい、めちゃめちゃいい感じ。おしゃれに、そして可愛く飾ることができました。せっかくなんでね、他のグッズも飾っていきます。ちょっとまだスカスカだけど、これから集めていきます。はい、ということで完成しました。こっちもジュース回線でたくさんのエリアをね、ここに作ることができました。これでもうね、マイマイ王国に帰ってきた時はもうワクワクでお部屋に入ることができる。ただいまーただいまつくまるき、ただいまごようさくる、ただいまごつくはい、というわけで綺麗にこんな感じで飾りました。またグッズが増えていったら、こことかにいっぱい収納していきたいなと思います。